はいどうも、伊藤 D でございます。今回はアプリ版ドラクエ実況パート4やっていきたいと思います。前回どこ行けばいいのかわかんないようなね、そんな感じで積んでしまって、皆さんにこうヒント教えてくださいっていう形で終わったんですが、あの後コメントでね、たくさんのヒントをいただきました。でどうやらその暗闇の壁を押せっていう、まずね、あのガライの墓へ行くヒントがあったんですが、その答えはここらしいです。ここですね。目の前が真っ暗なんですけど、ここがいわゆる暗闇の壁ということで、ここを進んでいけばいけるという話なんですよね。ここ、あれ?ここで、あ、いけた!ここか!これでいけるのか?あ、なんだ?ガライの墓から生きて帰った者はおらぬ。何?死にたければいく、あ、消えた。今のおっさんもあれかしたら、幽霊?なるほど、暗い。呪文で、レミーラ。これで明るく照らします。うわぁ、怖えなぁ。なんかすげえ強いのいそうだ。ちょっとね、なんか早めに何か道具とかあんのかな。大事な道具。そうだ、ロトの証が欲しいんだ、ロトの証。ロトの証ここにないのかな、ガライの墓に。よし、魔導士ならいける。オッケーオッケー、魔導士ならいける。よし、オッケー。さあ、早くこのね、ダンジョンから脱出して。お、ドロル。懐かしいドロル。あ、全然弱い。よし。さあ、こっちで合ってるかな?そう、これどんどんね、明かりがちっちゃくなっていくっていう効果なんですよね。よし、オッケー、一発。こっち、あ、何か今宝箱見えたな。こっちだな。よし、突き進め。オッケー。こっちにもあった、あ、クソ、あったんだよね宝、あ、クソ、宝箱。ここかな、来た、多分ここにある、場所的に。その前ちょっと回復しとくか、何かあったら怖いから。呪文ほい、やめて、道具にするか、道具の薬草で。よし、全回復、 HP50 ですね。よし、ここで、おお、宝箱こんなになる、やば、命の木の実。待って待って、道具。守りの種使おう。使っちゃって。他に、とりあえず、命の木の実もらうか。もらって、ここは?あ、ゴールド、うまい。鍵って何の鍵だ?さっきの、いつもの鍵か?あ、そうだね。ちょっと光がなくなったから、またレミーラを打って明かりを照らして、じゃあちょっと進みましょう。よし、さあ、これどれぐらい深いダンジョンなんだろう。ここもう結構いい感じに進んでる気がするな。お、ドラキーマいたなぁ。ドラキーマ。お、鍵。鍵使うとこ早速来たね。ここ用の鍵かな。怖いな、なんかボスとかいるのかなぁ。あ、いた。さあ、何が待っている。その前なんかレベルアップしねえかな、この道中で。よし、お、OK だね。ここ入って、お、なんかすぐ下に降りる場所がある。どういうことだ、ちょっと周り見てからにしよう。あ、またここにもある。
どういうこと？ビカント。薬草使うか。うわすげえ、なんかこれ4隅に降りる階段があるな。多分上に行ったら4隅もう一個あるはず。なんだ、どれかが正解みたいな感じかな。ここにもあるでしょ。じゃああれだな、この一番初めに来た道から正反対の一番距離が遠いここら辺が当たりなんじゃないの。これ当たりとかあんのかな。これ深、あ、ん？なんだ違うか。お、階段。ちょっとどんどん降りていこう。一回。いや、深いな、本当に。リカントマムル。よし。レミーラ。階段が、登る階段か。お、なんだ、おお、来た来た来た。え、あ、ドロルメイジ来たね。あれなんかすげえいいの入ってそう。ロトの証か。お、しかもレベルアップ、うまい。レベル11。はい、なんだ、銀の盾ごと。あ、待って、なんかあれ、あ、あれだ、あそこの、なんか、おっさんが、銀の盾ごと持ってこいってさ、あ、ゲットした。何か捨てる、はい。ちょっと待って、何しよう。待って、ちょっと捨てない。これで、一回、あ、注文じゃない。道具、命の木の実使って、で、盾ごともらう。これは、キメラの羽とかでいけんのかな。これなんで、なんか書いてあるの。ああれ、あ、違う違う、あ、これ何も触れないんだ。おそらくこれがこのダンジョンのあれかな、一番大きいイベントというか、この盾ごともらうための墓かな。飛べるか、キメラの翼で。あ、ダメか。あ、これ戻るのか。じゃあちょっと戻るまでカットします。はい、あ、よかった、出てこれた。よし、次の目的地はあそこですね。盾ごとを欲しがってるおっさんがいたところ。ちょ、邪魔、早く早くどっか行って、早くどっか行って。よし、 OK。 あのおっさんがねいるところに行きます。ちょっと待って、宿に泊まって、じゃあそこまでまたカットしますか。おっさんの祠のところまでカットします。よし、はい、行きます。ここの祠のおっさんが盾ごと欲しがってたはず。お、来た、手に入れたと申すか。わしは長い間待っておった、そなたのような若者が現れることを。さあ、その宝箱を開けるがよい。今度こそ紋章か、ロトの紋章。雨雲の杖？え？雨雲の杖？これな、どこで使う？何に使うの？雨雲の杖？え？え？何？なんだ？道具。雨雲の杖。恵みの雨の象徴。どっかで使うのか。なんか雨を降らせて、何か起こすのか。なんだ？どこだ？ちょっと一回ここで使ってみるか。雨雲の杖。あ、何も起こらなかった。え、ちょっと待って、どうする、またこっから。わからねえわからねえな、これ。そんな使えそうな、あ、なんか砂漠地帯みたいなあったな、こことか隣の今右側にあるここら辺で雨降らしてなんか砂漠に何か出すとかないかな。ここ、道具、雨雲の杖。あー、何も起こらない。マジで
また積みましたか。これはちょっと一回また南の方に行ってみるか。お、なんかいる、なんかいる、なんだ、女の子いたぞ今。ちょっと待って、これ今南に行く洞窟をちょっと明かり照らして探索してたんですけど、お、待って待って待って、鍵で、え、あ、なんか、え、これドラゴンか、よく出てくるドラゴン、ドラクエシリーズで出てくるドラゴンかこれ。え、え、これ戦う感じか。え、待って、勝てるのか、勝てんのか俺。ちょっと、え、大丈夫、体力的にも。まあ戦ってみるか。やっぱりくっそドラゴン、うわこいつ強えのかな。とりあえずちょっとまず呪文、ラリホー使って眠るのかな。ちょっとせこいかもしれんけどラリホー使います。16、あー効かない、ちょっと待て、やはり小細工は効かないか。ギラ20ダメージ、27ダメージ、ちょっと待って、え、めっちゃ強え、うわ、え、これまだ戦っちゃいけないのかな、まだ勝てないのか。いやちょっとゴールドもったいねえな。くっそ、どうしようここまでにするか。とりあえず今回はここまでにしよう。雨雲の杖を手に入れたと、そして今どこ行けばいいのかわからない。で、今ドラゴンと戦って負けた。これが今の今回の進んだ結果ですね。あのドラゴンに挑んで今いい時期なのか、あと雨雲の杖を、まあ、どこで使うかっていうヒントをいただけると、嬉しいです。はい。じゃあ、今回ここまでとします。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回パート5、ご視聴よろしくお願いします。ではまた、バイ。